ロンドンで警察官が殺害したとされる女性の追悼式典の最中に警官隊が参加者と衝突したことを受け、警察の対応に批判が集まり、大規模なデモに発展しました。帰宅中のサラ・エバラードさんを誘拐し殺害したとして面識のない現職の警察官が訴追された事件で、13日サラさんの追悼式典が開かれました。式典で参加者が女性の安心や安全を訴える中、警官隊が参加者と衝突し4人を拘束しました。こうしたことから警察の対応に批判が集まり、14日ロンドンの議会や警視庁の前で警察に抗議する大規模デモが開かれました。パテル内務相は警察の対応について第三者機関による調査を行うと表明しています。